皆さんどうも、越山高校野球部でーす。ということで、今日は僕たち越山高校野球部でストラックアウトゲームに挑戦しますということで、頑張っていきましょう。ルールは1人9球ずつ投げて、より多く的を抜いた人が勝ちです。で、抜いた的の数が同じの場合は、宣言通りに的に当てた枚数が多い人が勝ちとなります、うん、はい、ですか、はい、負けた人にはちょっとした罰ゲームもあるそうなので。怖いですね。一体何か。坊主坊主坊主。さらにこの企画の参加者の中で1位になった優勝者には、なんと、はい、なんとジョジョエンド弁当プレゼントでございます。はい、ということでね、もう早速やっていきましょう。順番はもうじゃんけんです。じゃんけんです。いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。どうします？これ怖いね。順番怖いね。最後ね。最後おーやりますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、行きましょう。最初ね。最初おー、1、2、3でやりましょう。犬塚翔役、中澤元希です。越山高校野球部エースの実力を見せます。順番通り行こうか。1番でよし、エース外したらとんでもないよこれ。マネはできんです。1球目。2番狙って2枚抜き。2枚抜き。どんどん増やしていく。最後もし当たらなかったら9枚抜き。9枚抜き。じゃあ見たい。どっちかがいい。2球目。頑張れ。やっぱ緊張がねえよ。ビッグイチ全部当たらなかったやつがいい。3球目。3番抜き。おお。元大学鈴木敦也です。僕は実はコントロールがいいんだぞっていうのをここでちょっと証明させたいと思います。頑張ります。5番でいきます。よし。
何球目？6球目です。椿屋マリナクの伊藤浅井です。劇中では初心者ですけども、ちょっとここで男らしいとこを見せたいと思います。頑張ります。じゃあ5番目、はい、逆に投げ方さ、こんなんでもいいかもしれない。まあ、じゃあ男らしくも見せてよ。わかるよ、浅井のまま。全然見たいよ。わかりました、いきます。うわっ、ちょっと5番で3球目。おっ、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 これなし、これなしですよね。これなしですよね。はい、あれなしです。編集とかでどうにかな。ということで全員投げ終わりましたけども、結果の方なんですけども、はい、まず、僕は6枚で1位ということで、そして2位は4枚で伊藤浅井くん、はい、でございます。3枚で来たのかな。で、最下位なんですけども、うちのエースで当ててますか。ピッチャー、この中でピッチャー顔色悪くない？すいませんでした。ゼロということで、びっくりですよ。でも本編ではかっこいいからね。ということで罰ゲームは中澤元輝くんに決定ということで、さあどんな質問なのか。何もなしとかない。当たりみたいな。当たりみたいな。さっき。はい。うわ、これちょっときついんじゃない？あ、実は。丸々フェチ。フェチか。本当のやつね。本当のやつ。本当のやつだよ。足なんですけど、ふくらはぎからお尻までのラインが好きです。違うな。これはどうなんですか。悪い。じゃあ待って、いや好きだとしたら、なんかどういうところが好きなのかはもうちょっと。ああそうね。そうね。結構スラッとしてる人。うん。の足も好きなんですけど、うん、やっぱそのメリハリのあるふくらはぎの筋肉あり、うん、太ももの筋肉もあり、そこからお尻にかけての何照れてんだよ。筋肉もちゃんとあるメリハリのある足が好きです。ちなみに越座メンバーで誰の太ももの そこがいい？ちょっとドキドキするんだけど。大丈夫、参考にしなきゃ。メリハリあるよ。メリメリだお前。メリメリ誰がメリメリ。いやでも勝つかな。勝つ。ああそうなんだ。見せてあげたら。見せていいっすか。
ちょっと誰かふくらはぎ押さえてみますか。あ、そう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 。あ、このこのね、メリハリですよね。あ、3つのメリハリが何の VTR だ。参考にする。以上、越山高校野球部でした。日曜劇場下克上球児、お楽しみに。ときめく時を TBS。